パトリック・ラムジーは、ルイジアナ州、ラストン出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは、クォーターバック。高校時代は、アメリカンフットボールのクォーターバックとしてプレーしたほか、やり投げで全米の高校生ランク1位となり、1997年に、キューバのハバナで行われた、パンアメリカンジュニア競技大会で、銅メダルを獲得した。 ジュレーン大学では1999年に獲得ヤード、パス見、投げ、パス成功数など、大学のパス記録を20塗り替えた。この年彼は、大学歴代2位となる25タッチダウンを投げたが、その一方24インターセプトを喫した。2000年は、全米3位のパス成績を上げて、カンファレンス USA のセカンドチームに選ばれた。 2001年には11試合に先発出場し2 2タッチダウンを上げた。彼は大学記録となる31試合連続タッチダウンパス成功の記録を作った。2002年の NFL ドラフト1巡目でワシントンレッドスキンズに指名されて入団し、トニー・バンクスの代わりとして期待されたが、スティーブ・スパリアーヘッドコーチのオフェンスプランは難しく1年目はシェーマ・シューズ。 ダニー・ワーウェルと併用された。2年目の2003年は開幕戦から先発 QB を務めたがこの年彼は多くのサックを浴び、シーズン終盤にマーク・ブルネルに先発の座を奪われた。2004年、スパリアーヘッドコーチがチームを去り、ジョーギブスはブルネルが先発 QB に指名され、控え QB としてスタートしたが、同年11月に先発 QB に昇格した。 2005年、シカゴ・ベアーズとの開幕戦で、ランス・ブリッグズにヒットされた際、首を痛め、第2週から、ブルネルの控えとなった。2009年3月、ブロンコスから放出された。2006年3月、ドラフト6巡指名権とのトレードで、ニューヨーク・ジェッツに移籍した。チャド・ペニントンとの先発 QB 争いに敗れた、彼は、シーズン終了後、 ジェッツから放出された。2007年、デンバーブロンコスと契約し、ジェイカトラーの控え QB となったが2009年3月、ブロンコスから放出された。2009年4月3日、ケリー・コリンズ、ビンス・ヤングに次ぐ、第 3QB として、テネシー・タイタンズと契約したが10月3日、コーナーバックのケアリー・ウィリアムズが、プラクティス・スクワットから、ロースター入りする代わりに、 チームから解雇された。同年12月26日、故障者リスト入りしたマシュー・スタッフ・フォードの代わりとして、デトロイト・ライオンズと契約した。2010年7月28日、ニューオーリンズ・セインツと1年契約を結び、トレーニングキャンプに参加し、ドリュー・ブリーズの控え QB の座を目指したが、チェイス・ダニエルとの争いに敗れ9月3日、ロースターからカットされた。 その後 QB に負傷者が出ていた、ジャクソンビル・ジャガーズの控え QB を務めていたが10月29日チームから解雇された。同年11月15日、チャド・ヘニーとチャド・ペニントンが負傷した、マイアミ・ドルフィンズのトライアウトを受けて入団したが、11月30日に解雇された。その後12月15日に、ミネソタ・バイキングスと契約した。ありがとうございます。